旦那が出張先の海外で亡くなったらしいの。何が？すぐに現地に行くから娘を一週間預かって。ちょっと待ってください、理解が全然追いつかない。ゆいは3歳だけど全然手はかからないから。みほちゃんは専業主婦だし子供もいないからいいでしょ。いや、そうじゃなくて、兄は本当にいなくなったんですか？私もまだ信じられないけど、殺しても死なないくらい元気な人だったのに。そもそも海外出張に行ってたなんて初めて聞いた。つい数日前から行ってたのよ、ボスニア・ヘルツェゴビナの方に。でも兄は事務職ですよね、どうして出張なんか。私にもわからない。でも現地にいるしんのすけの同僚から急に電話が来たのよ。あの、亡くなった原因は？なんか粉々になったって。はい。ものすごい爆発事故に巻き込まれたらしいの。だからもう遺体も残ってないらしい。そんな。どうしよう、急にこんなことになるなんて。涙も鼻水も止まらない。お姉さん、とにかく私はすぐにボスニア・ヘルツェゴビナに行かなきゃならないの。今日出発するんですか？うん、早めに行って身元確認とかしなくちゃいけないから。え？何？兄は爆発事故で粉々になったんですよね。どうやって身元確認を？そんなのわからないわよ。とにかく私はすぐにって言われてるの。すみません、私だってまだ何が何だかわからないんだから。変なこと聞かないで。あと、お金貸して。え？海外に行くとなったらいろいろと出費がかさむでしょ。しんのすけが急にこんなことになって私も全然余裕がないの。そうですよね、わかりました。ひとまずどれくらい必要ですか？10万くらい。あ、20万くらいはあった方がいいかな。うちもそんなに余裕があるわけじゃないんですが。はあ？こんな状況なのに何言ってんの？少しは協力してよ。はい。あ、ちょっと待ってください、着信が。え？何？誰から？いや、大事な話してるんだから後にしなさいよね。って、ちょっと聞いてるの？失礼しました。人と LINE してる時に電話に出たの？不謹慎な人。すみません、また折り返していいですか？はあ？こっちは急いでるんだけど。そんなに時間はかからないので、失礼します。あ、ちょっと！30分後。ひとまず病院で応急処置をしてもらった。入院は必要だって言われたけど。お兄ちゃん、よかった。それよりどういうことなの？電話だとよくわからなかった。マリアには俺のことは喋ってないよな。うん、ひとまず折り返すって伝えてある。そうか。確か襲われたって言ってたよね。一体どこで？海外出張の話は嘘なの？お姉さんは死んだって。落ち着け美穂、俺だってまだ頭がガンガンしてるんだ。ごめん。順を追ってを話すよ。まず俺は海外出張なんか行ってない。毎日おとなしく事務職やってるよ。やっぱり。それで今日もいつも通り出勤して河川敷で昼飯を食べてたんだ。え？社員食堂とかじゃなくて？ずっと事務所にいるから飯の時くらいは外の空気を吸いたいんだよ。そんで弁当を食べてたら後頭部に衝撃が走った。男の人に殴られたって言ってたね。そうだ、鉄パイプのようなものでガツンとな。で、川にドボンだよ。よく死ななかった。顔を出したらまた殴られると思ったから川の中で必死に息を止めてた。意識も朦朧としてたけど生きるために頑張った。お兄ちゃんの生命力は並大抵じゃないもんね。小さい頃もトラックに轢かれて怪我一つしてなかったし。まあな、とにかくそれで犯人をやり過ごしたんだ。1分くらい息を止めてたんじゃないかな。本当に無事でよかった。で、ここから一番気になることなんだけど。ああ。私がマリアさんとのやりとりを話してたら、俺が生きてることはマリアには言うなって言ったよね。その通りにしたけど、一体どういうことなの？俺を殴った男なんだが、どこかで見覚えがあると思った。おそらくマリアの元彼だ。え？確かリュウジって名前だったと思う。前に一度会ったことがあるんだよ。マリアと街を歩いている時、たまたまな。どうしてマリアさんの元彼がお兄ちゃんを？まあいろいろ考えられるが、マリアは俺のことを死んだって言ってたんだよな。うん、ボスニア・ヘルツェゴビナで爆発事故にあって粉々になったって。どんな最後だよ。私も信じられなかったけど、嘘だっていう確証もなかったから。俺が襲われた事実とマリアの言動を考慮すれば答えは一つしかなさそうだ。あまり考えたくはないが。
私もそんなこと考えたくない。確かユイを預かってくれって頼まれたんだよな。うん、こういう事情ならいろいろと心配だわ。今すぐ行って預かってこようと思う。頼んだ。情けないが俺は動けないから。それから私、お金を貸してくれって言われてるんだよね。え？10万円、いや20万円か。あいつ、いよいよ黒だな。お金は貸してあげようと思う。え？どうして？それで一体何をするつもりなのかちょっと探ってみたいから。それなら探偵を雇えばいいじゃないか。俺もそうしようと思ってたし。こう見えて私、相当ムカついてるの。まだ真相はわからないけど、一歩間違えたらお兄ちゃんは今頃死んでたかもしれない。そうだな。まあ生命力には自信があるけど。とにかくお兄ちゃんは安静にしてて、ゆいちゃんはひとまず実家で面倒見てもらって、マリアさんたちのことは私が探るから。わかった。1週間後、ゆいの様子はどんな感じ？元気にしてますよ。そっか、じゃああと1ヶ月預かってくんない？どうしてですか？まだ日本に帰れそうにないのよ。兄の遺体は見つかりました？ううん、やっぱり粉々になってるから見つかるのが無理だろうって。ならお姉さんはそこで何を？はあ？手続きとか確認とかいろいろあんのよ。そうですか。ちなみにそちらは今何時です？え？いや、時差とかあると思うんで。ちょっと時計持ってないからわかんない。朝ですか？夜ですか？知らないわよ。建物の中にいるからよくわかんない。調べたところ、ボスニア・ヘルツェゴビナは今深夜3時みたいですよ。ずいぶん夜更かしされているようで。なんなのよさっきから。お姉さん、日本にいますよね？え？元彼のリュウジって男の家に入り浸ってるんでしょ？このアパートの103号室。なんで？この1週間ずっとあなたたちのことをマークしてましたから。はあ？もういろいろと分かってますよ。あなたたち近所のファミレスでしょっちゅうランチしてますよね。そこでアホみたいにペラペラ喋ってるんで、会話も録音し放題でした。そんなことしてたの？私って変装の才能あるのかもしれませんね。隣のテーブルに座ってても全然バレなかった。ふざけた真似を。どうして私をマークなんてしてたのよ。旦那が亡くなった。あなたは1週間前、そう LINE してきましたよね。実はあの時すぐに嘘だと分かったんです。なんでよ。兄から着信が入ったんで。え？私 LINE の途中で電話しましたよね。覚えてません？確かに何分か待たされた。あれがしんのすけだったっていうの？はい。ってことは、え？どういうこと？兄は生きてるんです。嘘でしょ。本当ですよ。今一緒にいるんで代わってあげますね。ちょっと！よう、マリア、本当にあなたなの？ああ、幽霊でもなんでもないぞ。一体どうして？だってリュウジはあの時、確かにやったって。そうだな。鉄パイプで頭ぶん殴られて、川の中に突き落とされた。普通はやったって思うだろうな。あなたが浮き上がってこないのも、ちゃんと確認したって言ってた。1分くらいは水中でじっとしてたからな。命がけの、死んだふりってやつだ。あと1分待たれたらやばかった。あいつ確実に仕留めたって言ってたのに。残念だったな。俺の生命力はゴキブリより強いんだ。そもそも普通は鉄パイプで殴られた時点でアウトでしょ。かもな。というかさっきから犯行を認めまくってるが大丈夫か？あ、まあ妹が言ったように、お前らの自白めいた会話は全て録音してあるから証拠は十分なんだけど。一体何を聞いたの？元彼のリュウジとやり直すために俺とユイが邪魔になったんだろ。離婚して親権を渡せば養育費がかかる。かといってユイを引き取っても子育てがめんどくさい。しかも俺に浮気がバレたら慰謝料を払う可能性だって出てくる。それは。そこでリュウジがこう持ちかけた。旦那を殺して遺体が見つからないようにすればいい。子供は誰かに預けちまえ。まあ言った本人が作戦ミスってるんじゃ世話ないけどな。本当に全部バレてるのね。言っておくが、凶器の鉄パイプもすでに回収済みだぞ。指紋はさすがに残ってなかったが、お前らの会話データと合わせれば有力な証拠になるだろ。ひょっとして警察に言う感じ？当たり前だ。実行犯のリュウジも共犯のお前も豚箱行きは覚悟しておけ。もう最悪。リュウジのやつが失敗なんかするから。爪の甘いバカで助かったよ。クズ嫁とクズ男のために
消されるなんて勘弁だからな。誰がクズよ。お前だ。言うまでもないが、離婚の手続きもすぐにする。慰謝料と養育費もきっちり回収するぞ。そんな。俺からは以上だ。妹に代わる。ちょっと待って。なんだよ。反省してます。許してください。うるせえブス。はあ、離婚&逮捕おめでとうございます。あいつどさくさに紛れてブスとか言いやがった。じゃあ、いや私は私で、あなたみたいなクズに話すことは何もないんで。何よそれ。強いて言うならゆいちゃんのことですかね。あなたみたいにクズな母親がいなくてもすくすく育ってくれると思うので安心してください。人のことをクズクズ言うな。すごく可愛い子だし、私が永遠に預かってあげたいくらいなんですけど、まあ父親である兄に任せます。ねえお願い、しんのすけを説得して。はい。私が間違ってた。夫を消そうとするなんてどうかしてたわ。そうですね、控えめに言って頭おかしいです。本当に反省してる。だから私を許してくれるよ、しんのすけに言って。ふざけんな。え、私は私で兄を殺されかけたのよ。今はどうにか冷静を保ってるけど、本当はあんたを殺してやりたいくらいムカついてるんだから。怖いこと言わないでよ。二度と私たち兄弟に近づかないで。もちろんゆいちゃんに。そんな。あ、でも返済は忘れないでね。私が貸した20万円。お金なんてないわよ。必ず払わせる。じゃあねブース。は？あんたまで何よ。ずっと前から思ってたけど、あんたのギャルメイク全然似合ってないから。失礼なこと言うな。じゃ、お疲れ。あ、待ってよ。後日談。会話の音声データや LINE のスクショ、見つかった凶器などが証拠となり、マリアとリュウジは殺人未遂で逮捕、懲役10年の判決となりました。兄とマリアの離婚も成立し、浮気の慰謝料200万円ずつと私の貸した20万は借金をさせて回収。養育費に関してはマリアの出所後に請求するとのことです。塀の中でも外でもマリアの働き詰めの日々はしばらく続きそうですね。兄は無事に退院し、今はゆいちゃんと2人で仲良く暮らしています。とはいえ兄1人では何かと大変だと思うので、私もできる限りのサポートはしていくつもりです。